大西洋産サバの一種青魚とは、食用魚のうちイワシ類、サバ類、サンマなどの、いわゆる、背の青い魚の総称で、日本文化圏での風俗的分類である。青背の魚、青ものとも言う。主に外観や肉質から見た、便宜上、実用上の概念であり、分類学上のまとまった集団ではない。例えば、マイワシは、ニシンもクニシンか、サンマは、 脱メサンマカ、マアジはスズキメアジカ、サバ類はスズキメサバ科にそれぞれ属し、互いの間に直接の類縁関係はない。共通する特徴としては、以下のようなものが挙げられる。以上のような生態上の共通点は、以下に示す、利用上の共通点と関連している。つまり、青魚とは修練進化の結果生じた一種の多系統群とも言える。 上記のような共通の性質があるため、利用法も共通する部分が多いが、詳細は、関連項目及び、各魚種についての項目を参照のこと。これら大魚に関して、全盛の魚種が減り、別の魚種が対等するという、魚種交代説が唱えられている。主に農学博士、河井智康により唱えられているが、イワシ研究家全般から指摘されていたものであり、川崎県など、 魚子交代と表記する場合もある。特に青魚は、大型魚類と異なり、数百倍の繁殖力は誇るため、極端な増減を示すとされる。前提として、海洋環境の変化がプランクトンなどの生態系の最下層から影響し、青魚類の劇的な増減である、魚子交代に及ぶ、これら変動現象は、川崎県は、レジームシフトと呼ぶ。なお、 川崎県のレジームシフトにおいては、青魚の魚種交代や海洋環境の変化でマグロ類破り、タらにも変動が及ぶとされる。河合説は、魚食性プランクトンが大量発生すると、その時の主役となっている魚の小魚が大量に捕食され、次の主役となるべき魚種が大量に繁殖する。というのが概要である。後日のプロジェクトの過程で、 女子交代にするメイーカーを加える展開も出ている。日本近海日本国外1994年から3年間かけて2050年までの女子交代劇の予測プロジェクトが行われ、その正式レポートは女子交代の長期予測研究報告書として水産庁で印刷されている。青物は野菜についても言う。ありがとうございます。